このビデオでは都市下水処理場の排水中の硝酸測定用センサーを調整する「一点をを行いいますのの前にセンサーの洗浄をしてくださいバイオマックス c i s 5 1 d の洗浄方法は別のビデオでご紹介していますのでそちらでご確認できます。 今回のビデオでは新しいセンサーを使用しているため構成から開始します。まずは、力ライン変換器の構成手順から始めます。メニューを押し、構成を選択し、センサーのチャンネルを選択し、焦賛を選択します。空のデータセットがあることを確認し、それを選択。構成開始を選択し、構成手順を開始。 OK を押して画面の指示に従い、再度 OK を押します。測定値が安定基準を満たした時点で、構成点の測定は終了します。構成データの受託を押して継続します。OK を押してください。もう一度 OK を押すと構成が終了します。この後、このデータセットを有効にします。 リファレンス測定用にサンプルを取得しラボで必要なことを見てみましょうリファレンス測定のためのサンプルは構成点と同じ場所同じ時間に採取することが非常に重要ですなおラボで迅速に測定できない場合は pH2 以下の硫酸で保存することをお勧めしますこのビデオのサンプルは水が澄んでいるのでろ過する必要はありませんもしろ過が必要な場合は0.45マイクロメートルのフィルターを使用してください 反応液が入っているキュベットにサンプルを500マイクロリットル充填します。次に500マイクロリットルの R2 を加えます。そして気泡が入らないよう振らずに3回反転させます。 キューベット表面をきれいに拭き取り10分間待ちます。硝酸濃度を測定します。これでディファレンス値が表示されました。数値にばらつきがあるため同じ測定を3回行ってください。その後平均値を計算します。ラボ中測定できたのでメニュー構成チャンネルを選択し 賞算を選択しますテーブル編集を選択し家庭値にラボ値を入力することで正しいディファレンス値を記録できますあとはデータセットを有効にしていきます 手順はメニューセットアップ入力アプリケーションで正しいデータセットを選択しますご覧いただきありがとうございましたこのビデオがお役に立てたらぜひいいねを またその他のビデオもご覧くださいね。